はい、どうもセリカです。いよいよ来週ですね、12月30日から虎の遺跡、これがね開催されるということで、もう情報もいろいろ出てるんですけども、もうとにかくやばいらしいということでございます。で、それをねもう一回ちょっと細かくね触れていきたいなと思うんですけども、こちらですね、あのホームページで出てた分なんですけども、こちらの詳細、まあ、情報は今これだけなんですけども、今までの試練に登場したボス青鬼だけが出現する高難易度の試練虎の遺跡が始まると、ステージをクリアした者だけが入手できる3つの限定スキンが登場しますということなんですよね。ここですよ、過去に登場したボス青鬼だけが出てくる高難易度ということなんで、でこちらは遺跡なんで要塞じゃないんで、バルブじゃないような気がするんですよね。なので、鍵を見つけるっていうタイプのものだと思うので、巡回鬼もいないような感じだとは思うんですけども、ちょっとボスの確認を一緒にしたいなと思います。はい、この辺からだと思うんですけども、これがまず最初のボスっていう認識でいいんでしょうか？青の塔の分ですね。15階で、隠しステージももしかしたらあるかもっていう感じですよね。隠しステージなので青の塔ですけど、これに遺跡の要素が加わるステージっていうことだと思います。ここも20回も遺跡になるので、財宝が、ステージ一緒だと思うんですけど、20回のステージに財宝が加わるっていうことかな。隠しステージもさらに財宝が加わるのかもしれない。マジかーそして25回、これも避けながら財宝を見つけてっていう感じかな。これ要塞だったら巡回鬼いるし、バルブ開ける時間とどまってなきゃいけないしっていうので、要塞だったらさらに難易度上がりそうなんですけど、一応遺跡っていうことなんで、まあ、隠しもあるだろうという感じで思っといた方がいいかもしれないですね。で、こういうコラボの塔はどうなんでしょうね。今までの試練っていうことなんで、コラボの塔ももしかしたら入ってくるかもしれないという。で、そしてこれが30回ですね。もう最近な気がしますが、これも隠しステージも遺跡になって、またあれこれ、あ、そうですよね、青の塔ですもんね。遺跡になって現れる。で、青の塔終わったんで、こっちが遺跡、これもまた同じ感じで来るのかな。難易度がさらに上がってるのかもしれない。やばで、この辺がコラボですよね、妖怪獣コラボの遺跡ですよね。あれ、なんか忘れてる、貞子のコラボもあった気がしたけどな。貞子のコラボのボス、あ、妖怪か、あれちょっとわかんなくなってきちゃった。妖怪と貞子一緒でしたっけ、一緒か。で、隠しステージもあったら出てくるし、くまモンの遺跡だったかな、もうコラボで来るのかな。この辺の鬼がギュッとなって、ただただボスステージをやるっていう虎の遺跡があるということで、もうちょっと私も手が出ないかもしれないんですが、まあ超難易度って歌ってるので、相当まあ難しく仕上がってるか、今までのプラス遺跡になって財宝があるのかというところですかね。そんな予想をしております。はい、でスキンなんですけど、これも以前虎の遺跡触れた時にもお話ししたんですけど、どう考えてもモフコちゃんかな、尻尾こっち丸尾くんかな、虎の被り物をしてる感じかなという予想をしてます。サイズ的にも尻尾的にも。とすると、これがヒカキンさん、虎ヒカキン、ヒカキン虎なんじゃない、これ四つん這いになってるパターンかな、大きさで言うと。そんな気がしますが、歩いてんのかなっていう感じで、まあ、おそらくヒカキンさんの虎、丸尾くんもふこちゃんの虎の被り物やってるやつかなという予想ですね。ということで、まあ、来週から来るっていうことなんで、こちらも楽しみですけど、ちょっと私苦手かもしれないんで、ちょっと様子見ながら進めたいと思いますが、多分、青地系は引き継がれるパターンだと思うので、今はちょっと集めとくか、ゼムを稼いでおくかしておいた方がいいかもしれないですね。はい、それでは百そばなんですけど、あ、ちょうどいる、今日ねこの話がしたかったんです。あのね、ちょうどその名前の方がいるので、ちょっとマッチングできた、嬉しいちょっとねお話ししながら百そばプレイしていきたいと思います。と言いますのは、今プレゼントボックス、クリスマスシーズンなんで、プレゼントボックスに代わる宝箱がたくさん出てると思うんですが、わー嬉しいこのマップ嬉しい。木曜日がプレイできてなかったのかな、めちゃくちゃ久しぶりにやるな、ここ。あ、どうしたこれ、ブラックさんってなんかボットみたいな動きしてる、二人とも。なになになに、怖い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 。
いや、嬉しい。で、その、プレゼントボックスになったら、ゴリラ袋が出る確率が、やっぱり今までよりかなり高くて、この方、この、亀、タートルの方の名前、今あったと思うんですけど、やっぱりね、持ってない人、あと1体とか、あと2体でスキンチェンジしますとか、え、いつ開いたの？誰が開けたの今。もうちょっとでね、スキンチェンジできますっていう方もね、多分いらっしゃると思いますし、さらにもう持ってますって方も結構いると思うんですよ。スキンチェンジ終わって、もう進化もしたし、実はもうあんまり出てもいらないんですけどもっていう方も、なかなかいらっしゃると思うんですよ。ただ出たらびっくりするし、宝箱マークつくしっていうことなんで、さっきの方もどっか行っちゃいましたけど、タートルの方みたいに欲しいスキンがあったら、名前にしてプレイにするのはありかなというお話でございます。要はゴリラあと1体とか、ゴリラ欲しいですとか、袋を譲ってください的な名前にしておくと、もう持ってる方がたまたま出ちゃった場合、目の前で死んでくれて譲ってくれるかもしれないということがあるということでございます。実際に私も今ゴリラ出たら、タートルの方に譲りたいなと思いながら、探しながらプレイしてる感じで、なのでまあ欲しい方もいらっしゃる中で、もう持ってる方も半分ぐらいもしかしたらいるかもしれないので、もしレアスキン欲しい方は、レアスキン欲しいとか、ゴリラ袋くださいとか、なんかね、よこせとかくれとか言われると多分ね、あんまり面白くないんですけど、欲しい譲ってとかいう名前にしてくれてると譲ってくれる可能性がやっぱり高いので、優しい方がかなり多いので、青鬼オンラインのプレイヤーさん長年やってますけど、もう優しい方すごく多いので、譲ってほしいという名前とかにしておくと確実にゲット率上がりますんで、で目の前で死んでくれたり、近くまで来てついてきてみたいな感じだったら、もうついてって死に場所からキラキラを奪うということでゲットしやすくなります。なのでね、青鬼もちろん必須なんですけど、そういう方がいらしたら譲ったり譲ってもらったりっていうことでプレイも楽しめるかなという感じでございます。ゴリラね、出たら譲ってあげたかったんだけど、死んでしまいました。ナスが3体かな、これ。ナスが3体だ。やばい。ねえ。え？メリクリだよ、もうすぐ。ねえ、どうした？どうしました？ 3 匹いる？ここに。ブラックサンタとギャルサンタが。え？めっちゃ怒ってくるやん。めっちゃコラって言われた。タクロは知らん。タクロは知らんよ。これ終わらないパターンか、急にまた動き出すパターンかもしれないんで、カスマスクはちょっと大事にしたいと思います。本当はね、プレゼントボックスとかあさりに行きたいんですけど、動くよ多分これ。怖い怖い怖い。あー、来た。早くない足。ちょっと早いよね。やばい。3匹いるはず。待ってよ。ねえ。早いな、足。なんか足早くないな、そうに。一応秒数的には勝ってるけど。いけますかい？うわいけました。ありがとうございます。はい、ということで、話したいことが伝わったかわからないんですけども、レアスキン、ゴリラ、フクロウがですね、もう少しで、スキンチェンジしそうな方とか、あとちょっと欲しいなっていう方は、ゴリラ欲しいとか、フクロウ欲しいっていう名前だと、ゲットしやすくなるかなと。いう気がしてますので、よかったらぜひ試してみてください。ということで、来週ですね、虎の遺跡が開催されるということで、私はちょっと置いてきぼり食らいそうなんで、もしお上手な方、情報お持ちの方、よかったらお知らせいただけたらと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまた。バイバーイ。